桶狭間の戦いに勝利し、一躍天下争いに躍り出た織田信長は、天下布武を掲げ上洛を目指す。その一手として独立した三河の徳川家康と同盟、また近江の浅井長政には妹のお市を嫁がせた。さらに前室町将軍の弟足利義昭を擁して、妻濃姫の実家である斎藤家が治める美濃へ進攻する。対する斎藤は畿内の諸勢力や大和の松永久秀と連合、信長の勢いを止めるべく稲葉山城で交戦の構えを見せる。難攻不落の稲葉山城を舞台に行われる覇者決定戦、この戦で戦国のもう一つの星が輝きを放つ。織田の将軍信長上洛戦。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に上りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。どうしようと。ああ、常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。宇野の向こう、信長がうつけならば殺せ。はっ、ですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。
さんのため妨害しちゃうぜ。もっと激しい方が良かったかしら。
信長様に傾いとる。震えて待ってる。降伏して織田に来てくれんか。そしたらまさに鬼に空棒なんじゃ。噂にかがわぬ人からしかな。私が負けたら考えるとしよう。
せてもらうわ。手中にある後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみ。